12月3日1日の取引が終了しました。日経平均株価は小幅ではありますが3日続伸して取引を終えています。今日の大引けは昨日の終値と比べて8円39銭高の 26,809 円37銭となりました。トピックス東証株価指数も 1.28 ポイント高、 JPX 日経400はマイナスの 7.79 ポイント、JPX 日経400は小幅なマイナスということで算出まちまち、ただ値幅はいずれも小さい水準にとどまっておりまして、昨日の終値近辺の動きということが言えます。東証一部値上がり銘柄数は全体の約 58%、 1266銘柄、これに対して値下がりが約 38%、 834銘柄、変わらずが 3% 強ありました。日経平均は8円高、わずかな値上がりとなってはおりますが、ただ東証一部全体で見ますと 58% は値上がりしたという構成であります。規模別株価指数、トピックス規模別株価指数まちまち、大型株がプラス1ポイント小幅上昇、中型株がマイナス1ポイント小幅な下げ下落、これに対して小型株がプラスの12ポイント、それほど大幅ではありませんけれども小型株が比較的しっかり、結果として銘柄の数が多い小型株が堅調だったことで東証一部値上がり銘柄数が全体でも 58% を占めたという状況になっています。機内は最近としては通常ペースと言っていいレベルでしょうか。大引け段階売買高12億3300万株余り、売買代金が2兆5457億円、最近は1日通して3兆円を超える日も珍しくありませんが、今日は2兆円台半ばということでありまして、特に少ないというレベルではありませんけれども、多くもなかったという今日の1日のボリュームであります。今日は朝方から全体的に方向感の乏しい展開となりました。日経平均株価朝方から昨日の終値を挟んでプラスマイナスを繰り返す展開となりまして、全体的に値動きが非常に限定的でした。高値と安値との値幅が150円弱という比較的狭いレンジでの揉み合いに終始した形であります。一方で新型コロナのワクチンの普及が進むと、特にイギリスなどではこれが承認使用が申請が承認されたということがありまして、いよいよ来週からは接種が始まるといったスケジュールなども意識されまして、世界経済正常化への期待感から景気敏感株などには買い注文が入りました。一方でここのところ買われていた主力銘柄の一角などには短期の利益確定売りで下げるものもあったということで、全体としては売り買い交錯、ただ出遅れ銘柄の修正、特に小型株などにはそういった動きが強かったということで、小型株は比較的堅調に推移したという一日であります。そういった中で出遅れ銘柄の修正という意味では自動車株などが全体的に上昇して堅調な推移となりました。代表格トヨタ自動車7203は今日で3日続伸しております。ここのところ比較的物色の圏外に置かれてたということなどもありまして、景気敏感株の主力の一角として見直し買いが内外から入っているという見方が出ておりました。逆に下げた銘柄、利益確定売りに押された銘柄といたしましては、このところ上昇が目立っていた M32413 はこちらは逆に3日続落、12月に入ってからはやや売り注文に押されて単調な展開となっています。11月にかけて大きく上昇して連日で上場来高値を更新していたという反動で利益確定売りに押されている形です。以上、今日大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。